メディアを再生するメーベル、エス・ストレンジ・プリディカメント、メーベルの急憩は、1914年公開のメーベル、ノーマンド主演の短編サイレント、A、映画。1971年に映画研究家のアスプランドが制定した、チャールズ・チャップリンのフィルモグラフィーの整理システムに、基づけば、チャップリンの映画出演第3作に当たる。キーストン社による制作で、監督は、ヘンリー・レアマン。 チャップリン自身の回想によれば、放浪者イコール、トランプの紛争、いわゆる、チャーリーのキャラクターは、本作で、初めて登場したとされている。別の放題に、メイベルの奇妙な苦境、犬のため、メイベルの、おかしな災難がある。ひどく泥酔した状態で、ホテルのロビーに現れた放浪者チャーリーは、エレガントな佇まいのメイベルが連れていた犬の紐に、絡まり、 周囲の女性に色目を使った後、つまみ出される。間もなく、チャーリーは部屋を閉め出されたメーベルとホテルの廊下で、ばったり出会い、追い回す。やがてメーベルは、恋人や老夫婦と出くわし、老夫のベッドの下に隠れる。4人は、乱闘をはじめ、そこに事情を知らないチャーリーが紛れ込み、乱闘のとばっちりを喰らう羽目となった。メーベルの急遽は、前作、 ベニスの子供自動車競争の封切りからわずか2日後の1914年2月9日に封切られた。チャップリンの伝記を表した映画史屋のデイビッド・ロビンソンはベニスの子供自動車競争を比較的簡便な作品と評しているに対し、このメーベルの急憩についてはキーストン映画としては比較的手が込んでいると評している。ロビンソンはまたチャップリンはこの作品で早くも 実力を見せつけたとする。ホテルのロビーのシーンにおけるチャップリンのパントマイムが大勢の見学者の視線を引き寄せ、これをプロデューサーのマックス・ネットが高く評価し、レアマンの反対を押し切って編集をさせず、そのまま作品に取り入れたという。そのため、このシーンのみはキーストン調のカッティングになっていない。題材そのものはキーストン映画定番の一つである。 小さなホテルの寝室でのドタバタものに相当する。後に、世界中で愛されることになる、放浪紳士のキャラクター、チャーリーが初登場した作品について、チャップリン自身は自伝において、メーベルの休憩の方が、先と回想し、メーベルの休憩のカメラマンで、チャーリー誕生の時期を知る最後の証人とみなされる、ハンス公演カンプもこれに同調していた。 ロビンソンはこれら階層を尊重して、チャーリーのデビュー作をメーベルの急遽と断じ、さらにダメ押しとして、こういう細かい記憶ではまず間違いないのがチャップリンとも述べていたが、スウェーデンの映画学者坊ベルイルンとは、関係者の証言や当時の天気予報などから、ベニスの子供自動車競争の方が先であると断定した。しかしチャップリン研究家の大野博之は、 一時は、ベルイルントの説を採用していたものの、公園カンプの改装に加えて、メーベルの急遽のみにおいて、チャーリーの紛争に若干の違いが確認されること。キーストン社の関係資料によると、メーベルの急遽の撮影開始日が1914年1月6日とされていることから、メーベルの急遽こそが、チャップリンが初めて、チャーリーの紛争をした作品であり、やはり、 チャップリンの回想は正しかったと結論付けている。講演カンプは、ロビンソン、チャップリンの出版前年である1984年の時点で生存していた。ありがとうございます。